こんにちは、セイラです。皆さんは川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが水素エンジンを共同研究していることはご存知でしょうか。川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダといえば日本のトップバイクメーカーです。自動車業界では脱ガソリン車の動きが加速しています。ヨーロッパでは2035年のガソリン車廃止を示し、この方針はアメリカでも取り入れられる見込みとなっています。この動きに自動車メーカー各社が対応を迫られることになっていますが、バイクにも当然この動きは広まることになっていきそうです。今回はその脱ガソリンの動きを受けて始まった川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが水素エンジンを共同研究についてフォーカスしていきます。川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが二輪用水素エンジン技術を共同研究。日本の二輪メーカー4社が手を組み、カーボンニュートラル時代に内燃機関の生き残りをかけて水素エンジンの技術を共同開発するという衝撃の展開となっていきそうです。これは四輪レーススーパー耐久の記者会見にて発表されたものです。四輪では水素エンジンカローラを走らせるトヨタ自動車が中心となり、マツダやスバルもカーボンニュートラル燃料を使ったレース車両でスーパー耐久に参戦することを発表しています。ヤマハの日高義弘社長は、弊社は社名に発動機が入るようにエンジンへの思い入れが非常に強い、企業として2050年のカーボンニュートラルに取り組むのは当然だが、それを内燃機で実現できるのが水素エンジンだと述べています。2050年のカーボンニュートラルに取り組むのは当然ですが、それを内燃機で実現できるのが水素エンジンという位置づけです。バイクの場合、自動車と比べスペースが限られるため、水素エンジン搭載までにはかなり高いハードルもありますが、日本のバイクメーカーの力を結集することでこの課題に挑んでいこうという取り組みです。この4社協業の動きは今年9月からスタートしたもので、具体的な協業内容やスケジュールはこれから検討されるという段階ではあるものの、燃料タンクや水素配管、吸気デバイスといったエンジン周辺機器をサプライヤーも含めた4社が共同研究し、エンジン本体はこれまで同様に競争領域とする方向が濃厚だとされます。川崎とトヨタが水素にこだわる理由。川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダの中でも川崎は非常に前のめりに水素にこだわる姿勢を見せています。四輪の自動車メーカーの中ではトヨタ自動車が水素エンジンを積極的に開発しています。川崎の二輪関係者は、我々は電動もハイブリッドも開発を進めており、その可能性は十分に把握しているが、やはりバイクの根源的な魅力とは燃料を焚いてなんぼ、そうした意味でも水素は非常に魅力的だと語っています。水素エンジンの魅力はエンジンの中で水素を燃やすことにあります。つまりはガソリンエンジン同様の燃焼工程があることです。燃焼工程はエンジンの中でも鼻の部分であり、この工程をいかに効率よく行うかがエンジンとしての出来を決める部分でもあるのです。現在世界の主流の考え方としては、脱ガソリン車として電気自動車を導入するということが一般的となってきました。電気自動車の場合、電気によってモーターを回して動力をタイヤに伝える仕組みです。つまりエンジンのような燃焼機構がないのです。燃焼工程がある内燃機関は自動車メーカーやバイクメーカーが磨き上げてきた部分です。日本のエンジンに関わるメーカーもこの部分は心臓部であり、どこのメーカーも自信を持っている部分です。電気自動車ではこの部分を活かすことができない。だからこそ燃焼工程がある水素エンジンが注目を集めることになったのです。水素をエネルギーとする場合の利点は、水素の燃焼は二酸化炭素などの温室効果ガスがない点です。水素は理科の実験でもあるように酸素と結びついて燃焼する性質があります。その中で熱エネルギーを取り出すことができる点です。この反応は古くから知られており、次世代エネルギーとして水素は非常に有力な存在です。
水素供給はどうやって供給するの？水素エンジンの課題としては、どのように水素を供給するのかという点があります。川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダはバイクの大手メーカーであり、水素を供給する供給網の整備です。そこで水素を強力にバックアップする企業として、川崎重工が協力する形となりそうです。川崎重工は2020年11月に発表したグループビジョン2030という事業方針書にて、究極のグリーンエネルギーとして水素社会の実現を目指すことをすでに発表しています。川崎重工の強みはモビリティにとどまらず、インフラ作りにも関われる点であり、世界初の水素運搬実験船水素フロンティアも完成させており、さらには水素を石油や天然ガスのように使える社会を目指して、計7社で設立したハイストラという技術研究団体では、川崎重工の執行役員が理事長を務めているなど、体制としても強力に水素のエネルギー化を推し進めています。川崎重工が水素の供給面で強力にバックアップする環境が整いつつある中で、水素を使う方も革新を目指そうという共同研究でもあると思います。水素だけじゃない、電動バイクにも進展が。バイク業界の脱ガソリンの動きとして、今回の水素だけでなく電動化の動きも出ています。電動二輪車用交換式バッテリーコンソーシアムでは、電動バイクの企画策定などを行っています。ホンダの法人向け電動ビジネスバイクジャイロキャノピー E 発表会の質疑応答にて、ホンダがすでに展開しているモバイルパワーパックの企画が国産の業界標準になったことが明らかになっています。モバイルパワーパックの進化版モバイルパワーパック E を採用しており、この企画が基準となった形です。バッテリー規格標準化の目的は、交換式バッテリーの基本的な技術仕様を共有することで開発時間とコストを圧縮し、また充電ステーション、バッテリーステーションなどのインフラを共同で整えていくことです。このように電動バイクの企画も決定し、電動バイクの開発も活発化しています。水素、電動、それぞれの良さ。バイク業界も脱ガソリンの動きが活発化しています。ガソリンの次はどのエネルギーを採用するのかは、業界にとって重要な課題です。もちろん今後もどちらがいいのか競争し、淘汰されることになっていくと思います。水素の良さは、完全に燃焼では温室効果ガスを排出しないことです。また将来的には水素を燃料として燃料タンクに入れて使用することになるため、現在のガソリンを給油するようなイメージで使用できることです。つまりは水素を入れればすぐに使えるということです。一方、電動化の良さは、すでに実用化の道筋がついていることです。バッテリーパックを搭載して電動で動くという仕組みであり、システムとして完成度が高いです。ただ、急速充電が可能とはいえ、バッテリーが切れれば充電まで時間がかかることや、バッテリー性能が走行距離を制限するといった面です。現実的には電動化バイクの方が一般普及は先かもしれませんが、ユーザーに水素か電動か選べる環境を整えることができるのか注目したいところです。まとめ。ここまで川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが水素エンジンを共同研究というテーマでお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。バイク業界も脱ガソリンの動きが見られるようになってきました。今回のような共同研究となった背景には、研究開発費の増大もあると思います。水素エンジンのような最先端のテクノロジーが必要なものを開発するには、莫大な研究開発費が必要となります。1メーカーで賄うにはリスクが大きすぎるという考えもあったとされます。また水素の供給についても道筋が見えてきたということも大きいです。だからこそ川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが共同で研究することで、共同のプラットフォームやベースを作ることで、バイクの未来を切り開こうというものだと思います。これから車だけでなく、
バイクの未来についても熱くなっていきそうです。それでは最後に質問です。皆さんは川崎、ヤマハ、スズキ、ホンダが水素エンジンを共同研究することについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。